どうも、横浜イガサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、名作シリーズということで五教宗明の問題一問やっていきたいと思います。まあ五教宗明はね、比較的この古典詰碁の中ではね、取り組みやすいレベルの問題が多いということで、もしね最初に古典詰碁をなんかトライしたいなっていう方はね、五教宗明から入るとね非常におすすめという感じがしますね。はい、それでは今回もね黒番で、次の一手どこに打てば生きることができますかということで、これ非常に有名な問題なんですけどもね、意外とこうなんですかね、実践だとちょっと発想になかったりもするのかなということで考えていただけたらと思います。はい、ではまたゆっくり考えたい方ね、お時間取って考えてみてください。はい、それではまた答えの方を見ていきたいと思います。さあ黒番でどうでしょうか。これね、初手ね、いろいろな手が考えられるかなと思うんですけども、さあ今日はねもう遅いんで正解の方から言ってしまいましょう。さあ正解はですね、こちら、ダダン、ここにね、駆け継ぐ手が正解なんですね。これ初手だけだったらなんとなくね急所っぽいんで見えやすいのかなと思うんですけども、この後の抵抗なんですよね。この後、白がですね、ここに来たらどうしますかっていうのがね、一つポイントになるわけですね。これがね、ちょっとうっかりしやすいんですけども、さあ、ここで黒がね、どう打ちます？ここ来たんでね、なんかちょっと相手したくなりますよね。こういうとこ来るとね、うん、これは取れるじゃないかって思うんですけども、するとね、こちら跳ねられて、今度はこれね、一目しっかり取っても、もちろん跳ねて、目が一眼しかありませんし、広げてみても、このように打たれると中手で取られてしまいます。ということで、これね、つけられた時にもうほっとくのがうまいんですよ。こちらにもう目を一眼作ってしまって、この白さんが逃げられてしまうとちょっと思うんですけども、このように来た時に逃げられませんよと、ここにね放り込む手がうまい手で追い落としで取ることができるわけですね。これは繋いでもドンと取れますからね。はい、ということでここで打てばもう3つ取れてますから、1眼とここも取って2眼の息ということになります。はい、ということでこれね、駆け継ぎでツケに手を抜くっていうのが非常に素晴らしい手ということなんですね。これちなみに他の手はですね、例えば目いっぱい広げるのは跳ねられて、それから駆け継いでも今度はね急所に来てなんか五目中手みたいなね、そんな形になりますよね。はい、なので他はあとこれかな、これもちょっとね、それっぽい感じはするんですけども、これもやはり急所に置かれまして、でここでちょっとこんな風にね、この一目取るとでからもうこんな風に来られても、一眼しかありませんよね。うん、でここで例えばこっちを広げても今度はもう跳ねてね、これ黒ダメ詰まりのために入れませんから、まあ、繋ぐぐらいであればこうね連絡してしまって、やはりスペースが足りないよということになるわけですね。はい、ということで今回ね、ちょっと優しめの問題ですけども、ただ実践でこういうの大事なんですよ。そう、五教宗明のいいところはこういうね、実践でもう全然できてもおかしくないような形ですよね。そういった問題が結構数多くありますから、まあ級位者のうちから十分に楽しめる一冊ということが言えると思いますね。もちろん中にはね、あのハードルの高いレベルの高いのも載ってますけども、優しいこういう基本系の大事なのもたくさん載ってますからね。はい、ということでじゃあ今回はこの辺りにしていきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろいろな動画上げておりますますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけということで、もう一問ね、まあ一問じゃちょっと足りないぞという方はね、もう一問お付き合いいただければと思います。さあね、本当にもうね、皆さん熱心にねこうやって来ていただいて、また最後までね、もうバイバイって言ってるのに最後まで見てくれるね、あなたにもう一問やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあさあさあ、どうでしょうか。今回は黒番、なんとなくさっきとね実は共通点のある、若干ですけどね、問題なのかなというふうに私はね思っているんですけども、さあこれも実践で非常にできやすそうな一つの形、黒番でどのように打ったら生きることができますかということで見ていきましょう。はい、ではまたね、ゆっくり考えたい方は動画を止めて考えてみてください。それでは答えの方を見ていきたいと思います。さあこれね、まあ、考えることがさほど多くないと言いますか、これなんかつながられてしまうと、やはり例えばね、こんな風に目を作ってですね、こちらね、ちょっとごめんなさい、こう打ってね、目を作ってもここに渡られてしまうとちょっとスペース足りませんよね。これこう打ってもね、跳ねてもね、連絡されてこんな風に一眼作っても跳ねられてしまいますからね。ですからここを取らなければまず生きることはできないということで、まず下がる手から当然ね考えたくなるんですけども、今度は外からただスペース狭められて、これは生きれませんね。例えばつけましても下がられて、これちょっとね咳と勘違いしやすい形なんですけども、結構誤解師なんかやってるとね、これはどうなってるんですかということで、咳ですか、それとも取られてますかってよくね聞かれるんですけども、これはね
あの取られてます、黒がね取られてる形、これ石じゃないですからね、白が曲がった4個でね入れないからちょっと石じゃないかって思いそうなんですけど、これ将来的にダメが詰まった時ね、これダメが詰まった時にここ当たりになりますよね。当たりになるっていうことは要はこう結局取りに行かなければいけないんで、すると三目中手になっちゃいますからね。なのでこんな形ね、ちょっとうっかりしますけども、黒が取られているので失敗ということで、下がる手はダメなので一工夫ということで、正解はこちらにつける手がうまい手ということになるんですね。はい、でこれで白がですね、ここにまあ何ですかね、渡りたいんですけども、渡ろうとするともう隅で一眼作りつつこの2目取れるんですよ。ということはこれは生きてる形ですよね。ですから白がこう邪魔をしてきた時、この時にねちょっとうっかりしやすいんですよ。これがさっきの共通点に近いのかなと思うんですけども、ここでやっぱ下がったからなんか相手をしてしまうと、例えばこんな風に相手をするとやはりこちらに来られて中手になってしまいますから、ここで手を抜いてもこの3つが取れるなということが読めるかどうかなんですね。そうやっぱりね、打ってきたところに読むっていうのは比較的するんですけど、手を抜くっていう読みはね実は結構高級な読みなんですね。そう、手を抜いたらどうなるかなっていう風に、実は強くなればなるほどね手抜くことを考えるんですけども、まさにそんなね手を抜くのが大事なところなんですね。でこちらにもう一眼作っちゃって連絡されそうなんですけども、ここで放り込みがうまいですね。放り込んで取らせます、そしてまた放り込んで取らせます、それから当たりと打てばこれが追い落としで取れますよということで、これが取れればもちろんここにねもう一眼こうできますからね。はい、なので、これまあねもちろん取っちゃって、実戦だったらねボーンって取っちゃっても何でもいいんですけども、まあ、このように打てば要は生きてるよということになるわけですね。はい、ということで今回2つ目もこれでねつけて下がった時に手抜きのまま取れるというね知識があればバッチリというところでしたね。はい、まあこういったのってね本当に死活だけじゃなくていろんなところでね応用も聞きますから、ぜひともね、あーなるほど手抜くんだな、手抜きが大事なんだな、5では本当によくありますからね。まあ実際の生活でもねやっぱり手を抜くっていうのはなかなかね上級手段なんですよ。最初のうちってどうしてもね一生懸命やることだけにね気を取られがちですけども、案外手を抜いてこなすやってしまうっていうね、囲碁から来てるんですかね手抜きって。よくね日常生活だとちょっと悪めの言葉に使われますけども、語ではね大変いい言葉です。まあ実際もだからね案外手を抜いてこうね他のところに力を入れるっていうのが大事だったりすることよくありますからね、皆さんも気軽にね、取り組んでもらえればと思います。はい、ということで今日もね、2問ですか、今日はねお疲れ様でした。それではねまた明日もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。